ちゃこんにちは、さゆたかさん。はい、さゆたかさん。さゆたかさん。暗い時はなんか大事件で。そうなんです。まあ、もうこれはそうです。阪神ファン、阪神にとっては痛い事件なんですけれども、はい、まあ、ちょっと木浪選手が、はい、骨折、左肩甲骨の骨折。大事件やな。はい、大事件ですよね。まあ、あのソフトバンク好きな選手やからな、俺にとっても大事件で。大事件ですよね。大事件で、まあ、ちょっとあのソフトバンク戦デッドボールが、はい、多かったというのも話題にはなりましたけれども、まあ木浪選手が左肩甲骨の骨折ということで、出場選手登録を抹消ということなんですけれども、うん、またこの木浪選手のコメントの一つ一つというのがいろんなところに優しさがというか気遣いがあふれていて、はい、デッドボールを受けた日は、まあ、大丈夫ですと、逆に喝が入ってよかったと思いますというふうに、これ多分相手ピッチャーへの気遣い、非難がいかないようにということのコメントだったと思うんですけれども、それプラス自分が骨折していたことをチームメートには明かさずに、離れたと、これ目の前の試合を集中しなきゃいけないので余計なことは考えてほしくないっていうふうに言ってチームメートにも言わなかったと、マシオのことをという、なんか木浪選手の人柄というか、なんかすごく人の良さというか、伺えるコメントだなと思ったんですけれども、まあそうだな、はい、まあどういうふうに取るかっていうのは、うん、まあそれぞれね人の感情で、はい、分からないけども、まあ優しさは隠れてるかなという感じはするよね、うん、そうですよね、ただやっぱこう良くなってきつつある兆候が見れてたというかね、やっぱ引っ張って結果を出せるようになってたという、だからポイントがしっかりしてきたなっていうふうに思ってきたんだけども、まあここで離脱ということは、まあ大畑がね、そうですね、まあ可能性としたら後釜に入っていくっていうことなんだけどね、翌日の試合からも大畑選手になっていましたしね、まあそうだな、はい、で、あのこれに関することで岡田監督コメント出しています、はい、いや心配っていうか骨折してるんやもんしゃあない、それはもう心配もクソもそれはもう抹消やということで、うん、無念さをにじませつつ語ったと、はいはい、あの去年は、まあ、あの上野選手の骨折であったりとか、途中でやっぱ近本選手の離脱もあったりとかで、何かやっぱりあの途中で、ね、行きかけてる時の怪我人っていうのがちょっと去年今年と続いてるのかなっていう、まあそうだね、はい、まあ、だけど、まあ、近本が骨折の時に、まあ、一番のやりくりっていうのはね、はい、まあ、大変だったとは思うけども、まあ、それでも乗り切った、はい、で梅ちゃんが骨折した時に、まあ、坂本が新たに救世主として、はい、うん、まあまあ実力はあって、それはまあ認めてたんだけども、なんかこういい具合に回ってきた、はい、まあ、これいい具合に木浪が骨折したことで回るとは考えにくいんだよね、うん、やっぱショートのポジションってやっぱ特別だし、まあ、キャッチャーもそうなんだけども、はい、代わりがしっかりしたのがいればね、はい、まあ、だから小畑にかかる期待っていうのは大きいよね。そうですよね、うん、これあの小畑選手以外っていうのは阪神ショートはまあいるにはいるよ、うん、そりゃいるよ、はい、そんなお前山田っていうのがいるし、はい、まあ、守備だけだったらね、はい、まあ、使えそうなのがいるし、うん、まあ、8番っていうことを考えると、うん、まあ、山田っていうのも面白いと思うしね、うんうん、まあ、だけど、まあ、小畑でやりくりしていくとは思うよ。昨年の木浪の8番って特別な8番だったからな、はい、まあ、今年はまだ特別な8番かっていうとそこまでは力的には発揮できてなかったし、はい、まあその戦力ダウンになるかっていうのはもちろんなるんだけども、まあ、昨年ほどにはならないというね、はい、だからまあ難しいところだけどな。ですよね。で、まあ、交流戦があの位置で下位ということで、はい、ここからまたリーグ戦に戻っていく中で、こう3年一旦4位になった時もあったんですけど、またすぐに上に2位になったりとかある中で、じゃあよしここからまたこうエンジン入れ直してっていう矢先なんで、うん、チームとしてはかなり痛いは痛いんですか、それとも小畑選手がそこら辺はやってくれるっていう期待、まあ、小畑だけを考えるとそうかもわからないけども、うん、まあ、ちょっと不安な部分っていうのはあるかもわからないけども、はい、今不安な部分っていうのはやっぱり4番大山が抜けてるとかね、でもまあもう近々帰ってくるだろうし、はい、まあ、そうなってくると7番まではなんかこうベストが組めそうな、そういう感じにはなってきたよね、来てるよね、はい、前側も成長してるし、うん、そういう意味では、まあ、大畑次第っていうことはあるにしても、はい、俺は逆に、まあ、戦力ダウンは否めないけども状態は俺はみんな徐々に上がってきてるというふうには踏んでるから、はい、まあ、そんなに俺は心配してないけどね。あ、
早く治ってきてくれっていうのは絶対いる選手だから、必要な選手だから早く治ってきてくれっていうのはあるけども、でもそこまではごまかしごまかしでもできるぐらいの状態にはなってきてるはずなんだよ阪神は。だからそこに期待だよね。あの最悪の時はちょっと抜けたのかな。いや俺は抜けてると思うよ。抜けてるし、まあ、近本を1番に戻してるし、まあ、サトテルが4番で2本打ったとか、まあ、いろいろ波はあるにしても、まあ、大山が帰ってくるだろう、まあ、そうなってくると、まあ、ベストが組めるようになってくるとちょっとチームは落ち着いてくるかなっていうような感じはしてるんだけどね。あとは例えばポジションコンバートとかそういった一時的なもので、そういうのはありそうですか、なさそうですか、そこまで。まあ、それはないにしても、先発部メンバーが多少そのピッチャーによっては変わってくる可能性はあるよね。まあ、例えばその交流戦で使える目処が立った渡辺亮とかだとかさ、まあ、非常にいいしね、で、豊田っていうのもなんかこう面白い存在にもなりそうだし、右でね、で前川がいる、まあ、ノイジーも上がってくるだろうし、で、まあ、そうなってくるとメンバー的には揃ってくると戦える状態には俺はなってくると思うよね。まあ、その時に木浪がポツッと抜けたっていうのはちょっと痛いかもわからないけども、まあ、そこまではこうやりくりはできるだろう。そう、大丈夫、オールスター明けには戻ってくるやろ。例えば、まあ、例えば中野選手、今セカンドで、去年までまあショートだったということで、一時的なショートみたいなことには、いや多分ないと思う。岡田監督はしない、多分しない。まあ、そこに小畑は入れると思う。まあ、そうですよね、小畑選手がいるからっていう、小畑選手とその木浪選手で打者としてっていうのは2人ともカラーが違うんですか。まあ、やっぱり木浪の方が技術的には高いものがあるな。ここでやっぱり引っ張ってて引っ張っといてほしいなって言った時には確実に引っ張れるもんね。引っ張ってなんとかしてくれてるもん。まあ、今年はねそこまでは良くはないけども、でもそれができつつあるような感じにはなってきてたからね、だからちょっと 痛いなっていうのはあるけども、まあ小畑もどのぐらい成長してるかわからないし、まあ、それはそういうところでは期待はしたいけどもね、まあ素質的にはもう小畑も木浪ももう双璧で変わらないからね、あとは経験が木浪の方が多いというだけで、まあそうですね、だから木浪は痛いなって、それ以上に出れないのが痛いって思ってる可能性もあるよね。そうですよね。いや、このまま小畑を打ち続けたら居場所がまたなくなるから、確かに、でしょ、奪われますよね、だからそれはもう骨折もいち早く治して戻ってこないとね。ですよね。あとは、まあ、去年はほぼほぼフルで木浪選手がショートを守っていて、今年はやっぱりちょっと状態がその野手全体だったり木浪選手も上がってこないということで、まあ、ここまで何試合も小畑選手がスタメンということもあったので、小畑選手もいきなり来たっていうわけでもないですもんね。まあ、そうだ、いつでもおいでっていうような感じでは待ってたと思うよ。それはやっぱりこうゲームにねベンチウォーマーでいるよりは出たいというふうには思ってると思うしね、で1打席で勝負するようなバッターでもないし、だからチャンスは欲しいなっていうふうには思ってずっといたはずだよ。そうですよね、いやだからね、ここはねものすごい大きなチャンスは、そうです、阪神がやっぱこうなんとなく低迷みたいな感じで、順位は別として、だから低迷ちょっと暗いなみたいな感じになってくるじゃん、でも明るい話題を与えると、でここで救世主になるともうスターになるかな、一気にいくよね。そうですよね。だからその大山選手がファームに落ちたとか、そういう時に今鍋亮選手が来たりとかして、鍋亮選手今結果掴んでるじゃないですか。ということは木浪選手がこういう状態になった、そこを小畑選手が何とかしてって言って結果出していけば、チーム的には非常にまた上がっていける兆しにはなります ね、まあ、ね、痛いですけど、まあ、まあそうだね、だからまあ小畑に、もう期待だけども、他の選手も、俺は徐々に上がってきてる感じがするから、ここで大山が戻ってきて4番に座って、あと前後を固めて、そうなってくると俺はいい感じで回るような準備は整ったと思うよ。ただこれ大山選手戻ってくるとなると、まあ、今ちょっと調子のいいその渡辺亮選手をじゃあどうするのかっていうのは、もうそれはしょうがないよね。ああ、そうなのか。いやだからピッチャーによって少し変える可能性もあるっていうことだよね、まあ、例えばサトテルを左の時に外すのか、大山を休ませながら使うのか、とか、まあ、いろいろあるよ、だから、まあ、そういう意味ではいろいろ幅はできたなっていうような感じがするし、使える選手の目処も立ったしね、だから交流戦終わって、まあ、楽しみは増えたと思う、
いや、木並みの骨折は痛いけど、うん、痛いけど俺はそれ以上に楽しみが増えたという。そうですね、うん、ただこれで小畑選手も本当結果ってなってしまうとちょっと辛いですね。いやいや、まあ、そこまで怪我させないよ。そこまで考えてないよ、まあ、そうなんですけど、いや例えばヤクルトとかキャッチャーが軒並みあんた聞いたのにバタバタバタってなることもあるんだっていう危機管理というか、まあまあ、そういうのもあるの。いや、それだったら、うん、まあ森内が冒頭に言った中野をショートに、うん、もうとりあえず一時的にして、うん、簡易的にして、はい、それでナベリオをセカンドに使うか、うんうんうん、まあ、ナベリオはもともと日本ハムの、はい、あのレギュラーのセカンドの選手だったからね、はい、だからまあそこら辺のポジションは多分こなしてくれると思うんだよ、うん、だからまあもう小畑がいなくなったっていうことを考えたら、うん、その中野をまあ一時的に簡易的に、うん、まあ、ショートに戻してというか、うん、まあ、鍋量を入れていくというが一番ベストかなというふうには思うけど、はい、中野を動かすイメージってあんまりないんだよね。もうそうですね、セカンドの方でね、うん、してしまっているしっていうのもありますもんね。まあそうだね、うん、あとね、2軍には高寺選手だったりとか、あと遠藤選手なども、まあ、控えてはいるっていう。まあそうだね、まあ、山田もおるけどね。あ、そうですね、山田選手も、はい、山田の守備嫌いじゃないんだよ。いや、そう、なんか前も話してましたよね、それ。そうそうそう、2軍戦見てね、うん、嫌いじゃないの。そういった選手たち、まあ、まあ、どうなんですか、即1軍っていうちょっと使ってみたりとか、うん、まあ、例えばその右バッター、あの左ピッチャーが来た時に、うん、小畑が左ピッチャーってうーんってなった時には、うん、まあ、8番だから、はい、まあ、抜擢して使ってくる可能性もあるしね。だからまあそれはもうピッチャーによっていろいろ変わるし、はい、まあ、ショートはね、そんな簡単にできるポジションじゃないから、うん、そうですね、うん、だからまあ専門家に、ね、任せた方がいいし、はい、だからまあそこら辺のやりくりは岡田さんというのはやると思う。うん、でも他でカバーするから大丈夫だよ。大丈夫、うん、戻ってくるよりはね、戻ってくるまでは。阪神ファンの方はね、そこを一番気にしてたと思うんですよね。いや、大丈夫、まあ、総合的に全体的に俺は調子は上がってきてると思ってるから、はい、その場あのヒットの数だって増えてきてるし、うん、でこれをどう点に結びつけていくかという作業だけの話だから、はい、これは戻ってきてるから大丈夫。大丈夫、よし大丈夫。先発陣も大丈夫ですか？ちょっとね、ソフトバンク戦が良かったビーズリーが打たれてしまったりとか。あのね、ソフトバンク、うん、まあ、ビーズリーももうそろそろ疲れが来る頃だから危ないなと思ったよ。だからただ才木は大したもんだなと思ったけど、本当ですね、やっぱどこ投げても安定してんなっていうね。いや、だけどソフトバンクの打線を相手に投げる、うんうん、その負担っていうのは相当のものがあるよ。そうなんですね、コッパみじんになるから。楽天優勝したって言ったら、楽天21点とか取られてんだからな。ソフトバンクにですよね。そうよ、そうなんですよね。とか次の日は10点以上取られてるとかさ、そう半端ないから、ハマったら。いや、そこの打線本当そうですよね。いや、だからそれはね、なかなかこうソフトバンクで、うん、先発モイネロって厳しいよ、はい、それも移動ゲームで行ってさ、はい、俺は厳しいよ。厳しいけど、うん、モイネロからもある程度の抵抗は見せたしね、うん、モイネロに対して、はい、いや、だから俺は上がってきてるというふうに踏んでる。これからはこう、まあ、昨年の阪神に近づいていくような気がするよ、うん、よかった。それを聞いてた多分阪神ファンの皆さんが安心したと思いますし、うん、まあ、ちょっとね、そういう矢先の木浪の怪我はね、うん、はい、まあ、ちょっと痛いかもわからないけども、うん、まあ、でもそれでも大丈夫。そうですね、うん、あの戻ってくるまでは、うん、もうみんなで頑張してっていう感じですよね。はい、はい、